ぶり。今回は三国志14実況していきたいと思います。前回は半馬長連合の猛攻をしのぎつつ劉備軍を滅ぼしたところまで。ようやくという感じもあり中間エンドを迎えた気分だよ。けど、宿命なのかラスボスは早々になりそうなんだけどなぁ。これもまた面白いことになりそうだね。北での因縁を南で晴らす馬長。まあ、晴らせるとは決まってないけどなぁ。かなり厳しい状況の兼用。うまくやれば守れそうではあるけど、薄氷を踏み割らないくらいの慎重さが必要になるね。そういう慎重な作業に定評がない霊夢だから心配だな。再創の土地占領も急がなきゃないけど、それどころじゃないんだよね。曹操さんは早々に帰宅してくれそうだな。今度は栄安がやばそう。治安回復に行かなきゃないのが人不足の馬強部には痛い。引き落ちた状態で兼用攻めやめないのか。こんなものよ。バウン力が壊滅して補給線はもう切れない。そんなことはないよ。ホワイトな馬長軍はバウン力を再度出陣させるだけ。怪我してないからいいけどさ。おや、調査の様子が。これはどこに向けてなのかな。再創か紅葉だよな。防備を固めないとまずいかも。いかがした。てか、再創に今戦闘要員がいないような。そこも早く手当てしないとまずいね。とにかく馬属式土塁戦術を使用すべく馬中を出陣させるよ。今ある土塁を活用して進路を狭めていくように土塁を建設するよ。うまく負を占領できないようにするのも手かもな。そうだね。再創西側は平地が多いのでうまく建設してみよう。あれ、懸案も。これは懸用以上の危機かもしれない。まずは懸用をなんとかしないとな。工場部隊は壊滅しかけだけど第二形態。兼用自体の防御力を信じるしかないね。なんだと。しまった。諸葛閣が仕事してるな。ここでようやく再創から馬長と馬隊が到着。反撃の時間だ。その通り、兼用に無理ない兵を率いて迎撃していくよ。普通にバーじゃないの方で兵数決めればいいのに。狙いはセイラン。セイランさえ潰せば白兵の攻撃は弱まるわず。ついてこい。まずは諸葛閣を撃破。攻め立てない。諸葛剣も撃破。これは名勝負の予感。両党の豪傑が仕事をするかだな。与皇の両党とは俺のこと。馬隊はここだ。ここにいるぞ。お互い自分の名前を名乗る一騎打ちらしい一騎打ち。次の取り切りだけど勝利。この勢いで五位軍を殲滅だ。容赦するの。一部逃げてるのがいるな。昇進持ちだろうね。両党も撃破。これで兼用の防衛は完了したね。諸葛閣がまた攻めてきてるな。どうやら第二ラウンドがありそうだね。食らう者が。しまった。金馬町の一撃かわせると思うな。紅葉から馬頭を移動させたので馬中と協力して建設させるよ。何作るの。土塁を作らなきゃないんだけど先に弓矢倉を作って防備を固めるよ。遅れるでない。
ホイ軍は武将数少ないのに捕まえられて大変だろうね。最早の土塁建設は馬岩も動員して延伸工事中。入り口を南に限定する感じか。大胆な計画かもだけど、うまくいけば少数で守れるかもしれないからね。戦だな。兼用第2ラウンドも終わりそうだな。赤鵬くんはここでさようなら。無念だ。まだ懲りずに攻めてこようとしてるし。ようやく馬謖が露光からの輸送物資を持ってきたし、もう大丈夫だと思うけどね。そういえば、五強くんも捕まえていたんだよな。土塁がまだ完成してないけど、曹操軍が攻めてきそうな状況に。迎撃のために馬頭を戻しておくよ。兼用は第3ラウンド。最終形態だけど。かかれ。攻めたで、なんだと。不安力が補給線を切断。これを受けて第三陣を殲滅すべく馬長と馬隊を出陣させるよ。腕が光ってる。両軍を撃破。今作何度目かわからない軍師対決。清涼の金馬町水産大将同士で勝負だ。これで兼用は防衛成功。最高では馬頭と馬竜で迎撃しつつ、馬良と馬実勢でさらに土塁を延伸中。かなりギリギリの仕事してるな。このギリギリ感がまさに馬長軍の姿だよね。曹操さんがまた来店しようとしてるし、あの攻めはかなり助かってるんだけどね。問題は最高。先方の総数を撃破。さらにほろに。あれ？引いてる。なんで、このまま攻めても何も問題ないのに。今度はお前か。長く苦しかった連合がようやく解散。これで曹操軍と五位軍が争いを始めるわず。早速始めてるな。これで会計にも兵を置かなければならなくなるね。ここで公領に最大の危機が。うまく水際で防衛できればいいけど数が多すぎる。あとは曹操が動かなければいいけど。曹操さんじゃなく曹公さんが動いたな。どちらでも一緒感はあるけどね。防衛用の武将が分散してしまうのが厳しいよ。続け。防衛地点をずらしたら微妙に失敗した感か。と言ったけど思いのほか成功してる。上陸しようとしてないから助かってるのかも。あと2、3人いれば問題なく守れそうなんだけどな。その2、3人が無理に等しい数字なんだよね。ようやく郊外を撃破。東側で工場兵器が上陸してるな。工場兵器なら問題ないわず。そういえば迎撃武将、馬岩とか馬中でもいいんじゃないの。あいつら、猪突持ちなんだよね。今出陣してる以外で猪突持ってないのが馬体と馬運力、馬竜しかいないんだよ。武官系の半分近くは猪突持ちという戦闘一族。君主自ら持ってるしね。工場防衛はもう少しで終わりそう。残りは工場兵器ばかりだからね。このような迎撃ばかりで今回は終わりか。ここでそんな鬱屈を晴らす馬頭様の一騎打ち。これは問題なし。いざ尋常に勝負。
いざ尋常に勝負。馬頭さん、負けるとは想定外だよ。工業防衛は第2ラウンド並行し、総工さんに加えて総総さんもご来店中。工業からも妨害が来てるけど迎撃に成功したな。そして兼用で空上の計を仕掛け、ゴイ軍が乗ってきたよ。この重兵が8000程度ってことは全力か。海警から来てるのが少し気になるけど問題はないわず、馬体を戻して、馬運力は補給船切りポジションに移動させるよ。ようやく反撃開始か。さらに手薄な海警攻撃に曹操軍が動いたね。小粒だけど牽制程度はしてくれそうだな。攻防はもう問題なし。曹操、装甲を撃破して、郊外は逃走。これで調査、武用の兵は枯渇したのでゴイ軍に集中できるね。兼用の兵がどれくらい残るかわからないので、再装から馬勇を出陣させるよ。できる限り全力出陣させたいからな。海警の動きも気になる。兼用攻めを開始した。と思うけど、海警から来た部隊は戻っていってる。ゴイ軍を迎撃するべく馬長と馬隊を出陣させるよ。補給線切った後じゃないの？そう思ってたんだけど思いのほか地域効果が乗ってなくてね。現状でも問題なく勝てると踏んだよ。それに追い詰められて戦うのは性に合わないからね。補給線切るまで兼用がどうなるかわからないからな。それもあるね。問題なく撃破しまくってるな。攻め立てやってくれる。金馬町の一撃かわせると思うな。いいところにかましたな。容赦せん。なんだと。両党さんまた撃破。馬体が消耗してるね。でも補給線を切り終わった馬運力が追撃に加わった。あ、ゴイさん捕まえた。残念だけどここでゴイさんとはお別れ。次は五元さんかな。早く残りを殲滅して馬竜に合流しないと。皇帝君主を撃破。まさかの五元君捕獲。まあ処断するしかないよね。情けはいらぬ。五子はもういなかったのかな。五攻略戦は問題なく進行中。抵抗がなさすぎて拍子抜けだけどな。迎撃がないまま五の攻城戦を開始。君主の性質なのかな。将兵が2万近くいるから迎撃もありといえばありなんだけどね。第2形態、今までの苦労が報われる瞬間。やらせ。最終形態。あっさり5攻略。ほんとあっさりすぎて驚いてるよ。期待できない捕虜タイム。と思ったらまた君主。さようなら。こうなっては芝郎さんも大変だね。39人中7人ならそこそこ。ゴイ軍もこんな質でよく頑張ってたね。あ、両党さんもいたいた。賞金ザイアにいた。諸葛閣まで軍師交代しすぎて出奔した。原因はうちなんだけどね。何か。で、そのまま芝郎軍を滅ぼすべく南下を継続するよ。
任せてくれ。馬竜も即歳出陣でごへい。馬長、馬隊を入場させちゃうと兵糧問題があるから入場させなかったよ。出陣だ。曹操軍も会計攻めをしてるのでうまく活用していきたいところ。小粒だから期待薄だけどな。曹操軍が攻城戦を開始したので、馬長軍も一緒に攻城戦開始。もう第二形態投石が仕事してる。投石であそこまで城壁減るなんてすごいね。馬竜さんも到着して最終形態。ここからは最後の攻撃勝負。トクトクらえ。勝った。二つの意味で勝利したね。これで芝浪軍は滅亡。最後の捕虜はまあ期待できないな。30人ならほぼ全員。会計にいたのが30人だから全員捕獲したね。けど質は最低レベル。文官は充実してるかな。特にコメントすることのない人たちばかりだな。終わり。あとは処断しておしまい。こうなっては。元恋軍を滅ぼしたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。